社民党全全員落選し敗福島みずほの,地元社民党の福島さんの地元である神奈川県において統一地方選挙で社民党の候補者が全員落選し神奈川県の地方議会から社民党の議員が消滅したことが明らかになりましたこちら地方議員は国政選挙における重要な基盤となりますので衆議院と参議院選挙への影響もあり 社民党は何とか政党要件を満たしている状態でございますが、国政政党としての社民党が消滅するのも時間の問題となりました。国民の皆様、有権者の皆様には今後行われる全ての選挙において、社民党や社民党の候補者には投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。